皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。ワップ2の隊長です。今回は任天堂スイッチとプレイステーション4、プレイステーション5で2024年1月に発売されるタイトル、11月17日時点で確認できている18本を発売日順に全てご紹介します。人気シリーズの最新作が何本も発売される予定なので、2024年も初っ端からゲーム三昧の日々になりそうです。ぜひこの動画を最後までしっかりと見ていただいて、購入するタイトルの参考にしていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。1月12日に発売されるタイトルは1本。まず最初にご紹介するのはフットボールマネージャー2024。本作はサッカークラブの運営をするシミュレーションゲーム。プレイヤーはサッカークラブの全権を握る監督としてクラブを運営していきます。選手の移籍や獲得、資金運用、トレーニング方法など指示を出し、自身のクラブをさらなる高みへと導きましょう。リアリティがあり、現実のサッカーの監督に最も近い体験ができるマネージメントゲームとなっているので、没入感を楽しめそうですね。1月16日に発売されるタイトルも1本です。アローン・イン・ザ・ダーク。本作は1992年に発売された古典的な大人気サバイバルホラーのリメイク作。舞台は1920年代のアメリカ南部。行方不明となった叔父を探すべく、主人公のエミリーと探偵のエドワードは邪悪な何かが潜む精神病棟デルセト屋敷に足を踏み入れるといったストーリー。プレイヤーはエミリーかエドワードのいずれかを選択してプレイをします。選んだキャラクターによって会話の内容などが変化するそう。パズル要素に挑戦したり、モンスターに遭遇し戦闘に発展したりするなど、十分に楽しめそうな内容となっています。続いて1月18日に発売されるタイトル1本をご紹介します。プリンス・オブ・ペルシャ失われた王冠。本作はペルシャ神話に着想を得た新作アクションアドベンチャー。シナリオ重視のアクションゲームというシリーズの特徴を踏まえつつ、マップ探索やキャラクターの成長といった要素を加えたメトロイドバニアとして再構築されました。プレイヤーは国防の要である不死体の一員で、才能ある若き戦士サルゴンとして様々なエリアを訪れ、パズルを解いたり秘密を発見したりサイドクエストを達成したりしていきます。 3D グラフィックで描かれていますが、移動は上下左右と 2D プレイのみで、よりクラシカルなプラットフォームアクションとなっています。1月19日に発売されるタイトルは1本。アナザーコードリコレクション2つの記憶、記憶の扉。本作は2005年に任天堂 DS 向けに発売されたアナザーコード2つの記憶と、2009年に Wii 向けに発売された続編アナザーコード R 記憶の扉のリメイク作品。幼い頃に両親を亡くした主人公の少女アシュレイが、亡くなったはずの父から届いた一通の手紙をきっかけに、見知らぬ土地で過去や謎を紐解いていくアドベンチャーゲーム。本作ではキャラクターボイスがついたほか、 3D マップの採用でより自由な移動探索が可能に。さらに原作版では語られなかったシナリオの一部加筆、イベントや BGM の追加など多くの要素が一新されています。続いて1月25日に発売されるタイトル12本を一気にご紹介します。最初にご紹介するのはゴーストランナー2。こちらはサイボーグ忍者を主人公としたパルクールアクションゲーム、ゴーストランナーの続編となるタイトル。すでにダウンロード版は発売されていますが、 PS5 で日本語パッケージ版が発売となります。プレイヤーは主人公のゴーストランナーことジャックを操作し、人類最後の砦ダーマタワーに潜伏した残虐な AI カルトを壊滅するため、容赦なく襲い来る敵を倒していきます。本作では新要素としてジャックの移動手段にバイクが追加。さらに新しいスキルやアビリティ、武器などが追加され、今まで以上に自由自在に駆け回り、手強い敵に挑むことができるようになっています。続いてご紹介するのは東宝ルナナイツ。本作は東宝プロジェクト二次創作の 2D 探索型アクションゲーム。2019年に PC 版、2020年に Xbox One 版とスイッチ版が発売されており、全プラットフォーム累計で50万本以上のセールスを記録している作品です。主人公のメイド、イザヨイサクヤは、彼女の主人であるレミリアが作った幻想郷そっくりのルナナイツに招き入れられ、そこから脱出する方法を探索していきます。本作は、サクヤの時間を操る能力や、それと組み合わせた爽快なナイフアクションが特徴のほか、東宝プロジェクトならではのグレイズシステムをアクションゲームに取り入れ、
敵にギリギリまで近づくことで HP や MP を回復することができ、バトルの駆け引きを楽しむことができるようになっています。次にご紹介するのは、勇気ユーナは勇者である花酔いのきらめき。こちらはボリューム1からボリューム4まで発売されるので、まとめて4本ご紹介します。本作はスマートフォン、PC ブラウザ向けゲーム、勇気ユーナは勇者である花酔いのきらめきの移植版タイトルです。300年の時と空間を超えて神樹内部の世界に集まった31人の勇者や巫女たちの新たな戦いと穏やかな日常が詰まった RPG。 移植にあたり新規シナリオが15本以上収録され、ゲームオリジナルストーリーや原作振り返りストーリーなどがフルボイスで楽しめます。またボリューム1からボリューム4までと豪華特典をセットにした上巻セットも用意されており、2024年3月21日には続きのボリューム5からボリューム8が発売予定となっています。続いてご紹介するのは、逆転裁判456驚きセレクション。本作は新米弁護士驚き宝助の成長物語や法の暗黒時代を描いた逆転裁判4、逆転裁判5、逆転裁判6の3作品をまとめて収録したパッケージ版タイトル。BGM アートライブラリやオリジナル版で配信されたダウンロードコンテンツなど、ゲーム本編以外でも逆転裁判4、5、6の世界を隅々まで楽しめる様々なスペシャルコンテンツを収録。また逆転裁判5、6に搭載されているキャラクターの会話などのテキストメッセージを後から見返すことができるバックログ機能を逆転裁判4にも追加。より快適なゲームプレイを楽しめるようになっています。次にご紹介するのは、ユグドラユニオン 3-in-1 スペシャルバンドル。本作は剣と魔法の世界を舞台としたユグドラユニオン、その前日談を描くブレイズユニオン、新しい世界観で描くグロリアユニオンの3作品が収録されたタクティカル RPG です。ゲームボーイアドバンスや PSP で発売されたユニオンシリーズをスイッチで遊べるようにリメイク・リマスター化されています。カードを使ったタクティカルバトルでは、キャラクターのポジションによって一度に5人まで戦闘に参加可能なユニオンシステムを搭載。戦略性の高いシミュレーションバトルを楽しめるようになっています。続いてご紹介するのは、不思議のダンジョン風来の試練6トグロ島探検録。本作は約14年ぶりとなる風来の試練シリーズのナンバリング最新作。従来のゲーム性はそのままに、風来人試練と相棒のイタチコッパの新たな冒険が 3D グラフィックで描かれます。風来の試練の特徴といえば、入るたびに形の変わるマップや、途中で力尽きてしまうと道具、お金、装備などを全て失いレベル1からの再スタートとなることなど。そして本作では試練の満腹度が150以上になるとドスコイ状態となり、最大 HP の上昇や攻撃力の強化、罠の無効化などのメリットがあるそう。また新キャラクターや高い性能を持つ武具の登場など、楽しみな要素が満載となっています。続いてご紹介するのは、どっちの愛が好きですか。本作はリードする恋愛とリードされる恋愛の2つの恋人関係を選択可能な恋愛アドベンチャー。プレイヤーが選択するリードするリードされるで個別ルートが完全に分岐し、それぞれ別のエンディングが待ち受けます。同じ学園に通う先輩、後輩、外国人転校生、生徒会長など、個性豊かなキャラクターたちとの恋愛を何度も楽しめる作品となっています。次にご紹介するのは、天下統一 SSB。 本作は戦国武将の一人となり天下統一を目指す戦国シミュレーション天下統一シリーズの最新作。プレイヤーは好きな大名を選んでゲームをスタートし、配下の武将たちに命令を下してゲームを進めていきます。本作の最大の特徴は、シリーズ初採用となるリアルタイムで進行する合戦。制限時間は5分で、攻撃、守備、鉄砲といった指示を出して相手の軍勢の統率力をゼロにすれば勝利となります。また他勢力と同盟を結ぶなどの政略で戦わずして全国統一へ近づく道もあり、やり込みがいのあるタイトルになっています。続いてご紹介するのは、アンダーナイトインバース2シスタセレス。本作はライトノベル風の世界を舞台にした 2D 対戦アクションゲーム。アンダーナイトインバースシリーズ初のビジュアルが一新され、全シリーズに登場した21人のキャラクターが全員参戦。全キャラクターに新技が追加され、バトルをより楽しむことができます。さらにオンライン対戦も可能となり、世界中のプレイヤーと腕を競うことができるようになっています。ここまで1月25日発売のタイトル12本のご紹介でした。
最後に1月26日発売のタイトル2本をご紹介します。先にご紹介するのは龍が如く8。本作は龍が如くシリーズのナンバリング最新作。どん底から再び這い上がる男春日一番と人生最後の戦いに挑む男桐生一馬の2人の主人公が繰り広げるシリーズ最高のドラマを描いたドラマティック RPG です。龍が如く7、光と闇の行方から始まった喧嘩アクションと RPG コマンドバトルを融合させたバトルシステムがさらに進化。より自由でエキサイティングな戦闘が行えるように様々な要素が実装されています。またシリーズ初の海外ステージハワイが登場。広大なエリアで出会う様々な人々と絆を深め多彩なプレイスポットを遊び尽くしましょう。最後にご紹介するのは鉄拳8。本作は 3D 対戦格闘ゲームの最高峰鉄拳シリーズのナンバリング最新作。ビデオゲームの歴史上最も長く続く壮大なサーガは前作から半年後の世界が舞台となっています。一新されたキャラクタービジュアルと最新ハードウェアの極限を打ち破る精巧な高解像度モデリングにより鉄拳のバトルは新境地へ。鉄拳ならではのプレイフィールや駆け引きはそのままに、新バトルシステムヒートやバトル中に切り替え可能な2種類の操作スタイルがアグレッシブな殴り合いを体現しています。シリーズ史上最高の爽快感あふれるバトルを思う存分楽しみましょう。さて今回は任天堂スイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5で2024年1月に発売されるタイトル18本をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。龍が如くや鉄拳、風雷の試練など人気タイトルのナンバリング最新作が続々と発売されるので楽しみでしょうがないですね。さらに逆転裁判やユグドラユニオンなどの3作品を1本にまとめたタイトルもあり、じっくりゲームを楽しめる月となりそうです。皆さんはどのソフトが気になりましたか？コメント欄でどんどん教えてくださいね。ワプツーでは任天堂スイッチを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、SNS のフォローなどよろしくお願いします。たまにテッシーが生配信もするので通知はオンにしておいてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。